おはようございます。平田亮です。今回も市場レビュー動画やっていきます。今回は、こちら。じゃじゃん。フォレストベイリーの、グヌー、フォレストベイリーのシグネーチャーボード、ヘッドスペースです。ただ、あんまりよくわからないので、今回も、高野さん、お願いします。いや俺もねあんま分かんないです。5年ぶりのツインチップに乗ります。なるほど。だけどまあ俺が感じたことまず軽い、はい、マジっすマジで軽い。はい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 。あとこのフォレストベリーのデザイン、はい、シンプルの中にも彼の絵が落とし込んである。なるほど。でもほんもうグヌーで、はい、フリースタイルボードはヘッドスペースだよね。そうっすね。ちょっとパークとかもう真剣にそこだけ行きたいとかだったらライダースチュートもあるけど、でも何でもこれパークゲレンデでもサイドヒット遊ぶったらこれだわ。なるほど、うん、あ言うたらフリースタイルのオールラウンドみたいな、うん、そうだそうだそうだ。グラトリもできるし、うん、自分も入れるしジャンプもできるっていう、うん、ちょうどいいフリックスな感じですかね。そうだね。まあ、でも俺からしたらちょっと柔らかいっすか。いやーでもちょうどいいね。あ、ちょうどいいっすね。うん。僕結構柔らかいのダメで、グヌー全般的に乗ったら全部柔らかく感じて、ただでもやっぱリブテック硬いって思う人は、やっぱグヌー、うん、僕もあの試乗会とかで押させてもらってんすけど。なんかその硬い柔いもさ、はい、俺柔い方がさ、自由度高くて面白いと思うんだよ。ああ。その板の全部こうトーションまで使えてさ、フレックス感じて、あー、いけるいけるいける。っていう、その、板との会話板との会話、うん、多分ね、いや、やわい方が絶対いい。はい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 。だってなんか、乗られるの嫌でしょ板に。まあまあまあ、うん。僕はどっちかというとそっちの方が好きなんですよ、ね。ああ、乗られる方が。どっちかというとスピード出して、うん、ババババババって行っちゃう方が好きなんで。ああ、勢い任せね。はい。なので、技術がない分多分硬さに頼ってるというか、うん。まあ俺とフォレストはそういう感じじゃなくて、はい、うん、違うんすね。うん、フォレストはもっとクリエイティブに、はいはいはい、ライン作ってって、はい、パン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 当て込んで、なるほど。そうフリースタイルしたいんだよね、俺とフォレスト。俺とフォレスト、うん。俺とフォレストかそれ以外。あ、そうそうそう。俺とフォレストかそれ以外。いいね、結構マグネトラクションもしっかり走ってますね。しっかり入ってる。カービングももうギュンギュン切れるし。はい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 。なるほど。うん、デザイン派手だからパークでも目立つし、ゲレンデでも。そうですね。トゥイークしたら、セーフです。うん、セーフだ、ギリギリ。シンプル。シンプルの中にも差し色で。そうですね。ちょっと可愛らしい感じが。うん、これが、そう。俺とベイリーで考えた。あ、考えも入って、考えてるんですか。俺とベイリーで考えた。企画にも入り込んでるんですね。そうそうそう。坂上さん。さすがです、うん。この色選ぶのめちゃめちゃ大変だったの、これ。そうなんですか。うん、これ多分神様系ですよね。これはい。違うんですか、ね、いやいや、人それぞれなの。この感じ方は何でもいいです。ああ、なるほど、なるほど。俺とベイリーは、考えがあって書いてるけど、でも受け取り方は人それぞれだから。どっちがベイリーで、どっちが高取さんですか？あ、これとこれとこれがベイリーさ。俺は下からこう支える、常に。ベイリー。ああ、そうそう、なるほど。そういう意味もあったりする。なるほど、なるほど。ああ、ちょっと、話の落としどころがちょっとわからなくなってきたんで、うん、滑りましょう。うん。まあ、これはフォレストベイリーっていうね、ライダーのシグネチャーだから。はい。チェックして。お願いします。ちょうど、フリースタイルのちょうどいいところっすね。うん、いいとこ取り。はい。結構すんだよね、いいとこ取り。いいとこ取り。いいとこ取りすぐすマジっすか。だからいいものしかないんだもん。いいものしかないっす。うん、いいものしかない。リブテック、こいつ、初心者向けかな思ったら、うん、パキパキでした。あ、硬いっす。そうなんだ。はい。だから、うん、振り回されてんでしょ。はい。結構グヌーはおすすめなんで。エントリーユーザー向けです。では。お願いします。行こう。お願いします。
で調子良さそうですね。リップでカラカランつって後ろ足滑ったからね、ヒールの時。どうすか柔らかさ。普段より、まあ、普段より柔らかくて。そうだね。まあ扱いやすいのはあるけど、はい、多分ね、まあ、いつも普段滑ってるやつさ、ビッグフェイスっていうか山、はい、のスピードレンジは結構まあちょっときついとかあると思う。だけど、まあ春雪とかゲレンデ流してバッポコンって飛ぶぐらいだったら超最高だね。はい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 、はい。いやあ、とはこれでナチュラルも飛んでるんですか。いやでしょ、うん、ベイリーはこれでも行ってるよ。ベイリーごめんなさい。ベイリーっていうあの名字ですよ、うん、え名字ですよ。いや名字名字です。いやいいじゃん、俺林って言われるの。俺前作ってベイリーって言うんです。いやそう考えたらフォレストベイリーやっぱやばいっすよ。いやもうそれよりもセブンやったことを褒めてほしい。いやもうびっくりしました。あのなかなか見ないっす、はい、こう言ってこういった瞬間前に乗ったんだよね、はい、これ上りで2乗れるかみたいになってたからね。最高っす。